ファクンド・ダニエル・ベルト・グリオはアルゼンチン・サンタフェ州出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2009年からアルゼンチンの CA コロンに所属。5月に行われた AA アルヘンティノス・ジュニアーズ戦でプリメーラ・ディビシオンデビューを果たした。10月8日、アルセナル FC 戦で初ゴールを決めた。2009年中に早くも主力選手としてトップチームに定着し、 2010年には19歳の若さでコパリベルタドーレスにも出場した。2010年5月19日、ウクライナプレミアリーグの名門 FC ディナモキエフへ5年契約で移籍した。支払われた違約金は500万ユーロ。これは CA コロンに支払われた違約金の中では最高金額であった。2012年にブラジルセリエへのグレミオフブパにレンタル移籍。 2013年7月、フランスリーグアンに属するエビアントノン、ガイアール f c へ、レンタル移籍。2014年8月に、アルゼンチンプリメーラディビションの CA ティグレー、レンタル移籍した。2015年7月にギリシャスーパーリーグの、アステラストリポリス FC に移籍。国内リーグ戦では20試合に出場し3得点を、アシストを記録。 UEFA ヨーロッパリーグでは4試合に出場し得点にアシストを記録した。2016年8月23日、ファーストディビジョン屈指の強豪アポルにコシアに移籍。リーグ戦26試合で5得点5アシスト、UEFA チャンピオンズリーグ最終予選及び、UEFA ヨーロッパリーグ本大会では13試合に出場し1アシストを記録した。 2018年2月28日、カザフスタンプレミアリーグの FC、オルダバス2席。2018年7月17日、パスラミア19642席。2019年7月25日、CA、アルドシビ2席。2020年8月12日、アリス・テッサロニキ2席。 アルゼンチン代表監督を歴任していたディエゴ・マラドーナに見出されアルゼンチン代表として2010年5月5日親善試合のハイチ戦で初招集されると代表初得点を含む2得点を挙げた。ありがとうございます。